感じた時に自分ももっと頑張ろうって思ったしね。K に比っていう役は今回初めて出てきた役だったから、どうやって役作りしてったらいいかとかも分かんなくて、なんかやっぱこう同じなんていうの、マジムリを作り上げてきたスタッフさんだったりするから、もう仲良くなってるメンバーとかもいるんですよ、スタッフさんと仲良かったりとか。でもその中で自分はもうスタッフさんにも話しかけていいかも分かんないし、あんな人数いるから分かんないし、なんか人にどう助けを求めたらいいか分かんなかったんですけど、なんか稽古期間中にアドバイスくれたりとか、あとなんか意を決して自分から声かけてみたりとかした時にスタッフさんもすごい相談に乗ってくれたりとか、自分がなんで今回舞台に出ようと思ったかとか、今までこういうトラウマがあったんですよっていうところまで話を聞いてくれたんですよ。めちゃくちゃね、嬉しくて優しくて、うん、一回本当に心折れた時はあったんですけど、最終的には自分にプラスになって帰ってきたから良かったなって思いました。そう、なんかトラウマ、なんかやっぱなんて言うんだろう、演技って自分がやろうと思えばいくらでもできるんですけど、そのやろうっていうスイッチをかけたところで効果が出るのって本当になんかすごい頑張ってでやってみないと、なんかすごいストッパーを外してやってみないと見えないことっていっぱいあって、これでいいやって思ったらそこまでで止まれるし、すごいなんか研究生思い出しました。なんか昔 100% で1回リハとか初日とか迎えてみて、そっから調整していくって、なんかこういうことなんだなみたいなのを改めて感じて、お、ミニちゃんとはありがとう。マルオさん優しかったし、丸尾さんに怒られて泣いたっていうお話は私は今回ないんですけど、丸尾さんにも助けられたし、その助手の方にも助けられたし、いろんな人とお話しして、やっぱ客観的に演技を知らない人から見て、演技この子なんか初めてなんだろうなって感じられたら嫌だなって思ってて、ずっとなんかそれってなんかこう見てる側が不安になったり心配になったりとかって多分させちゃいけないと思ってたから、客観的にもっとこうした方がいいんじゃないってな、これはなんかちょっと変だよって言われたことはちゃんと受け止めれるように、なんか悔しさとかあったけど、うん、剣に憑依してたよありがとう。でもね、私は初日迎えてから折り返しまで行くまでの何公演かでセリフ飛ぶわ、セリフ間違えるわが本当にすごくて、ステージ上で振り真っ白になることって本当に私たまにしかないんです。たまーにしかないんです。本当にたまにしかないんだけど、こんなに毎日稽古もしててステージ上で本番も迎えてるあのセリフがいつ飛ぶかもわからなくなんかなった時がめちゃくちゃ怖くて、はあ、すごいびっくりした、怖かった。たんまーによ。なんかこう自信持ってたらいけるって思うんですよ。なんかもうこんだけやってきたし、あ、いつきさんありがとうございます。舞台何回も来たってありがとうございます。なんかもう何回もやってきたんだから、あとはもう自分がそのステージで感じたことをみたいな、かっこよくこうかっこつけてる時に飛ぶんですよセリフが、またこれがくそで、そっからはシーンが変わるごとに、今回はこう私はアレチっていうグループだったんですけど、アレチじゃない生徒会っていうグループのシーンの時に永遠と次のそのワンシーン、私が出てから吐けるまでのなんかずっとぐる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 頭の中で言って、ステージ出て吐けてまた先のセリフ言ってみたいな、そんな感じでした。
そう、丸尾さんもね、人間だから噛むことあるよって言ってくれてはいたんですけど、でもね、噛みたくないじゃないですか。噛みたくないし飛びたくないし。おまみちさん、タワーありがとうございます。そう、何が一番アクシデントだったかな。あ、私的にはあのマイクが取れたアクシデントもありました。正直なんかあの、なんて言ったっけ、いつも忘れちゃう。あのね、ヌル様リンリンにボコボコにされた時にマイクが取れちゃって、あ、うなぎちゃんもありがとうございます。タワーで殴られた反動でもうマイクが取れたっていう自覚はあったんですけど、直すべきか直さないべきか迷って直さずに、まあシーンがもうそもそも私のこの感情がすごい出るシーンだったからよかったんですけど、生声でやらせていただきました。葵さん、タワーありがとうございます。そう、タワーも取られたし、タワーじゃないし、違うマイクも飛んでったし、モナリヒも取られたし、大変でした。でその日から音声さんがシーンごとにマイク大丈夫ってこう確認してくれるようになったりとか。そうそうタワー取られたわ、ちょっとすいません。本当にね、目に入ったものがすごい声に出やすいみたい。難しいね日本語ってね。あとはね、何かあったかな、眠いみたいです。あとはなんだろう、モナルヒは見つかったの、確かにどうなんだろう、モナルヒ、モナルヒなんか来た、なんか来た、なんだこれは、もうなんかすごい、すごいかなちんさん、すごいなんかすごいやつ、五重の塔みたいな、ありがとうございます。ふうかさんもありがとうございます。ゆりちゃんし、ありがとう。お城なんだね、すごい、五重の塔みたいな。なんか最近ね、ちょっと話変わるんですけど、なんか YouTube でなんかネモウスの私の英語会話みたいな、英語教室みたいなやつなんか見たんですよ。でこれは何ですかって指さされたのが、なんか五重の塔みたいなやつだったんです。で五重の塔って屋根が5個あるみたいなもんじゃないですか、なんか分かりやすく言ったら。でだからヘッドみたいな、なんかファイブヘッドみたいな。でまあシンプルにこう要約すると、頭が5つあるわけじゃないですか、この頭が。なんかサイコパスだなと思って、サイコパスとか言って自分で何言ってんだろうと思ったけど、ファイブヘッドでサイコパス、そりゃサイコパスだよねって感じだよね本当にあれがなんで YouTube にね乗っかるなんてもうやばいっすよ。無料コンテンツに乗るなんてダメです。確かにシンプルにタワーで言えばよかったね。確かにもうこうスカイツリーとかもうスカイツリーって名前じゃん、東京タワーも東京タワーって通じるけど、五重の塔とはみたいになっちゃって、ファイブヘッドサイコパス名言です、あれは。なんかあったかな、なんか TGC の時にいろんなモデルさんとか本当にいっぱいいて、なんかずっと見てて、ずっと見ててっていうか、私あの YouTuber さんのなんかなごみさんって方がいるんですけど、なこなこチャンネルやってる方なんですけど、そのなごみさんをずっと最近動画で見てたりして、たまたま隣になごみさんがいて、細くて、しかもモルカーの前のターンで、前のターンってなんかそうかっこいいけど、前の時になんか多分なごみさんが出るから、なごみさんがいて細くて、まあケンケンとエンビありがとうございます。タワーすごい細くて、なんかズボンもなんかオレンジに白のしましまで、あ、なんかティガーみたいってなんか自分でなんか思いながら、なごみさんがすごく
輝かしくてわーってなりました。あとはそう、唯一お話しした方がなんかメイク室がすごい広いんですけど、なんか待合室というかこう何個かバーって椅子が並んでて順番待ちしてた時に、なんか翔さんっていう方とお話しする機会があって、で翔さんはなんかモデルさんなんですか、タレントさんなんですかみたいな話をなんかした時に、その ZIP の、 あの英会話教室に出てますみたいな、え私見てますってなって、見てますってなって、 え何歳おいくつなんですかって、なんか15歳ですって、え15ですかみたいな、若いってなってっていうお話を唯一したぐらいですかね。そう、翔くんでした。翔さんじゃない、翔くん。もうそうペラペライングリッシュ。私もあの、あ、資産タワーありがとうございます。あのパンダの星がこう目になってるやつは、まあ、見たことあるんですけど、もっと早い時間になんか翔さんが出てるらしくて、あ、いっちゃんタワーありがとうございます。がすごいんだなと思って、なんかね、日本語もすごい上手で応援してますってなりました。でなんか AKB48 は48人なんですかって聞かれたから、いやもっといてって、あもっといるんですかってなって、そういう話をさせてもらいました。うん、 K さんタワーありがとうございます。あ、クマも10個のタワーのうちなんですか。ごめん、いっぱい来てるんだ。だって、やばい。まみちさん、まみちさん3回目じゃない。どうしよう。もう絶対ないと思う。どうしようかな。どうしようかな。クマさん、自己申告ちょっとしてほしいけど、できなかったらどうしよう。クマちゃんタワーだっけ、クマタワーなんか投げたよって方いたらぜひちょっとお願いします。自己申告でごめんなさい。そうちーちゃん方式で、そう TGC 違う、聞いてくださいよ。 TGC でなんかこうみんなすごい身長そもそも高いのにヒールを履いてて、で私モルカーのターンだったんですけど、私のモルカータワーはタワーじゃない、もう、お、うーちゃんタワーありがとうございました。モルカーのターンの時にみんな身長高い方がいっぱいいるのに、私はスニーカーで、でもななちゃんは厚底のヒール履いてて、もうさ、私はさチビなんだって思いながら、ななちゃんにこうくっついたらなんかもう兄弟やんみたいななって、ね、なんか身長ちっちゃいまま私は歩くんだと思ったけど、緊張して足がフラフラだったからスニーカーでよかったと思いました。お代理とかがすごいピンヒールだったから、なんか歩く練習とかすごい頑張ってたんですけど。サクさんタワーありがとうございます。そう私は身長高いんだぞって見せたかったんですけど、ちっちゃいままでした。インヒールも履いてない、ぺっちゃんこ。あのスニーカーもめちゃくちゃ可愛くて、なんか後々びっくりしたのが、あ、パンツパンダちゃんありがとうございます。なんか後々なんか見返したんですよ映像を。そして面白かったのが、歩いてるユーナーとモルカーのチョコだったんですけど、なんかちゃんとチョコだけのアングルがあるんですよ。ユーナが歩いてきます、こう来てる来てる来てる、チョコーみたいな、チョコのカメラアングルみたいになって、あチョコだけのアングル、優しい、やそりゃそうですよねみたいな、逆にこうチョコがもうメインですから、もうあーってなんかちょっと面白かったです。あチョコだけのアングルってなって一人で湧いてましたぐらいですかね。やばい、クマタワーさんごめんね、ちょっと呼べなかったよ。そうなんか最初その
チョコをどう持っていくのが正解なんだろうみたいな、なんかウォーキングの練習を言うなでもさせてもらったんですけど、その時にあのまだチョコを持ってなくて、しかも私服で歩いたんですよ。私服で厚底で普通に私服で歩いてて練習して、よし行けるって思ったんですけど、いざ本番着替えました。なあちゃんはジャケットこうやってやってるし、私はチョコ抱かなきゃいけないし、そのチョコの抱き方は何がなんか手一番いいんですかねってなって、ここにこうがいいの、こうがいいのか、こうがいいのか、まあ、顔見せるからその2パターンでなんかこっちの方がいいのかなと思って、だってこっちがメインじゃないですか。ライカールトさんありがとうございます。あパンダちゃんもありがとうございました。わで、いやなんかさすがにこんなこうな子供っぽい私が担いじゃうとなんかすごいやらされてる感出るのかなって思って、最初こう思ってたんですけど、他のモデルさんとかも全員こうやって思ってたから、あれでよかったもって、よかった。チョコを抱くコツなんてね、もう分かんなかったですよ、あんな緊張する空間で。これから皆さんモルカーを抱くときはこうですからね。あそこダンスタイムだ、懐かしい。あ、フエルさんありがとうございます。仕事終わっただって、お疲れ様。そうですね、仕事かみんな、お疲れ様。まあちゃんといつショールームする、いつだろうかな、いつできるかわかんないけど、できたらいいな。なあちゃんもずっと忙しいからね、腕組んだのはなんか2人組でランウェイ歩く人をいっぱい参考にしてたんですけど、なんかこうなんていうの、普通にスタスタ歩くかカッコつけてお互いが出るかってなったんですよ。けどやっぱもうモルカー持ってるもので、しかもこうユーナーだから、え腕組むみたいになって、いやでもなんか、いやえみたいな、本当に腕組んだら私なんか付き添いできたなんか子供みたいになんないかなって思ってたんですけど、まあ最初で最後だからちょっと腕組んでペア感出していくかってなって腕組ませてもらいました。いやもうカップル感とかじゃないと思いますよ、子供。あ、なにこれ、すごい、あ、消えた、すごい。そう、なんか一緒に連れられてきた子供です私はそう、だからこう子供のうちに人形抱いてないと寝れなくて連れてきちゃったみたいなテンションです。はい、わ、葵さんタワーありがとうございます。いや彼女感たっぷりだったよ。おーすごいじゃん、すごいじゃん。カップル感はないよ私今回は、でもちゃんと TGC の時もこうエクステ、この金髪のエクステつけたままでいいですかねってなんか聞いたら、あもう全然いいし、なんかむしろもっとこう派手でもいいぐらいだよみたいな、なんかすごい言ってくれて、衣装さんもなんかネモハムルーマーがすごく、まあ制服っちゃ制服だけど、こうハードなかっこいいダンスっぽい感じだから、多分しばらくこのエクステアつけて挑もうかなっていう気持ちでおりますね。ケニタンってすごい言われます。そう、もうケニヒじゃない、ケニタンなんですよね今。すごい、ヤオンね、確かにヤオンライブのリハも今やってるんですけど、確かに多分このままだと思います。多分、まあそうなんです。そういえばあの歌唱力ナンバーワン決定戦に出ることになりました。よろしくお願いします。これもある意味挑戦ではございます。日本語がおかしい。ある意味挑戦というかお出かけチックな感じなんですけど、もう
予選で歌う曲を決めて、また練習して、なんかね、やっぱね、もともと歌うことは好きなんですけど、やっぱ人に聞かせると、もうずっと言ってるんですけど、人に聞かせる歌と自分がストレス発散だけのために歌う歌って全然違うんですよ、意識とか。私はどちらかというと、もうストレス発散のために歌う歌がすごい好きだったから、まあでも今回ね、マジムリで表現力をちょっと勉強させてもらって、その延長線でやってみようかなっていう、もう正直ノリなところはあります。ノリを真面目にやっていきます。去年はね、客席にいて耳がお腹いっぱいですって言ったんですけど、そう、今はもうこう緊急事態宣言下だから、全然カラオケ屋さんもやってなくて、前カラオケ行こうと思って普通にカラオケ屋さん行ったら、なんかすごい真っ暗でええってなっちゃってびっくりしたんですけど、やっぱ練習はお家でするしかないので、お家でします。いやー、ゆりちゃんが一番でしょ。いや、ありがとうございます。なんかこう、私のことを知らない人とかが、なんか例えばダンスうまいなとかさ、演技上手だなとか、声がいいなとか、歌がうまいなって思ってくれるのが一番のこう客観的な意見っていうか、嘘がないというか、ちょっと少しでもそうやって思ってもらえるように頑張ります。そこの時にもぎちゃんのマイクが役に立つわけですよ。そうそうそう、ボイトレとかしないんですか。あー、ボイトレね、いや、まあなくはないんですけど、この人数なんで自分のターンが回ってくるかどうかっていうのと、まあ、あとは個人で習ってる人習ってるだろうし、様々なので、自分もね、言われたこと 100% こう信じちゃうから、先生が変わったりとかすると大変なんですよ、自分。え、何が本当ですか、わかりませんみたいななっちゃうから。そうそう、ちゃんと寝れてる、寝れてますよ。昨日とかすごい寝るの早かった。シュウさんかな、タワーありがとうございます。今見えたんですけど、タワーにもさ、クマってついてるんだね。もう初めて知ったかもしれない。誕生日いっぱい、誕生日なんですかね。違う、もう喋れなくなってる、やだ。タワーいっぱい誕生日なんですかって言いたかっただけなのに、なんで、オチを最初に言ってしまうみたいな、なんかすごいね、最悪ですよ、もう。おめでとう、ありがとうございます。今日誕生日だ私。なんかさ、全然こう、じゃあ人生で初めて、うん、いや、なんて言ったらいいかな、テロップとかにさ、ここの上にさ、今日誕生日ですって嘘で書いたらさ、おめでとうって言ってもらえるのかな、いっぱい。そんな嘘は良くないね。なんでもない、やめよう、なんでもない。そう、私の誕生日は6月です。なあちゃんのお話を聞かせて。なあちゃんのお話、なあちゃんのお話なんかあったかな。あー、なんかマジムリの時に楽屋がこう荒れ地と生徒会でも分かれてたんですけど、なんかあのイーリスっていう役名の、まあ、ズッキーなんですけど、が、あの、なんだっけ勝者には名誉選民の称号を与える、ゴミではなく人間としていきたかったら、ここにあるなんとかを命を懸けて掴みなさいっていうセリフがあったんですけど、ごめんね、真面目な話わかんない人ちょっと置いていっちゃう感じになっちゃうかもですけど、
なんかそのもっとじゃあ余裕っぽくていいんじゃないみたいな、やっぱこう生徒会は丘の上って言ってちょっと私たちあれちよりかはいい暮らしをしてるっていう設定だったから、もうちょっとなんかこうつかみなさいぐらいでいいんじゃないみたいな話をしてて、でなんか奈々ちゃんがそれをオーバーで、今多分ズッキーが言ってるのはつかみなさいだからみたいなずっと言っててだからもっとつかみなさいでいいんだよみたいなことずっと言ってて、それがもう壺に入っちゃって、もう久しぶりにあんな大爆笑しましたもん。めっちゃ面白かった。最初はさ、勝者には名誉選民の称号を与えるって言ってんだよ。ゴミではなく人間として生きたかったらここにある称号をなんか命がけでつかみなさいみたいなそんなことあるみたいな感じで面白くて、エンジン前だったから生徒会もちょっとなんか何人かいて、あ、ヌル様も言ってたんだぞ、リンリンも言ってたんだ、めちゃくちゃ面白かった。あー面白かった。でその日にズッキーがそのセリフ2回言うんですよ、劇中に。もう気まずそうでした。私たちはもう笑わないようにこうやって睨んでるけど、ズッキーもバンともやらなかったから、あ、なんかごめんねってやりづらかったかなつって、面白かったです。これが一番の大爆笑、私の中で。かな。差し入れメンズはすごい、やっぱみんな裏話結構してるんだね。差し入れメンズはもうやりましたよ、王様じゃんけん。何年ぶりにやったか、私勝ちましたもん。2回メンズアーがあって、1回目のメンズアー負けて、2回目のメンズアーは勝者8人ぐらいが多分もらえた。そう、チーズケーキすごい、もう誰だ、もう全部言ってるじゃん。そう、やっぱこうなんだろう、マジムリはゲストが来てくれるから、毎回毎回自分は同じ衣装だけどゲストさんと写真撮ったりとか、いろんなメンバーと写真撮るから自撮りがすごい増えてて、それに比べたらこうマジムリが終わってから自分の自撮りの少なさがすんごくて、CQ アットマークゆいおしだって、ありがとうございましたわ。プラメで写真いっぱい送ったけどね。そう、あのゲストターンは本当に自分がいないシーンでゲストターンが行われてたから、袖でずっと見てて、メイクさんもスタッフさんもみんなこう袖から覗きながら見てました。めっちゃ面白かった。そう、みやおちゃんだって、もうさ、ダメなんだってば。なみやおちゃんなんて言ったことないのに、なんで言えるんだろう。みやおさんと大家さんが来てくれた時は本当に面白かったというか、こう経験、話の濃さが違いましたね。もうみやおちゃんなんて言っちゃいけません、ごめんなさい。いやでもなんかみやおさんがあのライブターンの時に一緒にマジスカロックンロールやるってなってスタンド取りに行くんですけど、その時になんかリンゴヘアしてるなってことと後ろ姿見てて、でもなんか別にこうリンゴヘアイコール私みたいなのを私は感じやすい人間なんですけど、なんか誰しもそういうわけじゃないじゃないですか、当たり前だけど。だからこれは勘違いだなと思って、何も言わなかったら、これユーリのためにやったんだよみたいな言ってきてくれて、ねえみたいな、すごい可愛いですみたいな、もうなんか照れちゃってこっちも、すごい可愛いですって言ってなんかごめん言わせたみたいになったねってなって、あ、いや違います、本当に思ってましたってなって、ツイッターにも書いてくれて嬉しかったですね。なんか先輩って後輩に対してこの子好きとかって、そんなこうめちゃくちゃ言うわけじゃないじゃないですか。後輩はこう誰々先輩が好きですとか言うけど、
まさかみおさんに言ってもらえると思わなくてめちゃくちゃ嬉しくて、嬉しかったです。みおさん違うチームだから全然お話できないんですけど、そう、あくびが出ます、許してください。何時まで、多分もうちょっとで終わるかもしれないです。お、待って、マミチュ、あ、自分今日誕生日、あ、今月だ、誕生日だって、イエーイ、おめでとう。ちゃんちゃらんちゃんちゃんちゃん、はい、ハッピーバースデートゥーユーチャチャチャっていうのが村山家の恒例です。恒例お誕生日会の歌です。アレンジが入るのが村山家です。なんかすごいのがさ、私の誕生日の時も仕切るの私なのよ、村山家って。まあ、ふざける人が本当に私しかいなくて、パパと私が基本的にふざける、パパのふざけに対して私も乗るみたいなのが昔からなんですけど、そうなの、自分でちゃんちゃらんちゃんちゃんってイントロやるんだよ、恥ずかしくない？で歌わせるんだ、はい、ハッピーバースデーで、ハッピーバースデーディユイディも自分で言うしね。いつか、いつだったかな、 2、3年前、いやもっと前かな、ここ5年の誕生日いつか忘れたんですけど、一緒になんかお姉ちゃんがケーキ買いに行ってくれて、ネームプレート何にしますか、あ、ユイリでみたいな、自分で言うみたいな。しかもそれを書いてくれた、ネームプレート書いてくれたお姉さんが確か私のことを知ってくれてるファンの人でっていう、なんかすごいいろんな偶然はあったんですけど、本当だよね、癖しかない誕生日です。そう、もう今メイオイが増えたので誕生日お祝いする機会も増えて、もうね、ギラギラ笑ってくれるんです。私がチャンチャランチャンとか言ったら、何それみたいな、チャチャチャって言ったらなんかギャッハッハッみたいな、すごい自分が大スターになった気も、芸人さんになった気持ちになります。嬉しい。イヤカフ、あー、よく気づきましたね。そう、イヤカフってさ、なんか私ね、あー、痛い、ファンの方からいただきました、ありがとうございます。そう、あの劇場が全然なくて、まあ舞台っていうのもあったんですけど、なんかそれで劇場に行けなかった期間に来てたプレゼントとかファンレター、今レッスン場にそれが来てて、やっとあの読んだりプレゼント開封することができてます。ちょっとまだ全部見れてないんですけど、皆さん本当にありがとうございます。なんかこう、お稽古頑張ってねとかっていうお手紙があって、すごいなんか、ああこんなに私は受け取ってなかったんだなと思っています。そう、21日に私とミーヨンで、あのソーシャルディスタンス公演っていうんですか、まあ別名何回だって恋をする公演かが始まるので、ぜひ VR 限定公演なんですけど、ぜひあの会員してる方は見に来てください。何恋公演、何回だって恋をする公演、何恋、何恋、何恋しましょう。そうね、ちょっと全然あのどうでもいい話聞いてください。私ピアス開いてるんです、1個ずつなんですけど、結構開けてまだ穴が安定してない時期に、まあ、産んだりとかする時期に重たいピアスを入れすぎて、右側の穴がすっごい下に下がってきたんですよ。葵さんとはありがとうございます。
で最近ね、もうこれはそろそろプツンってなって耳に足が生えそうなんですよ。だからこうあるものがこうなってプツンみたいな、こうなりそうなんです。だから今一旦右の穴を埋めようとしてて、まあ、あのピアスつけながらパフォーマンスとかするじゃないですか。やっぱ取れない分耳に負担かかってて、だから今右の耳の右耳の穴を埋めてるんです。そう、埋めてて、なんかピアス全然つけれないからイヤーカフとかで遊んでるんですけど、一回埋めてもう一回今年の冬とかはいつかわかんないんですけどに開けれたらいいなって思ってます。左耳は大丈夫なんです。左耳はね、結構もうなんていうの、いい位置で安定してくれてるから、ちょっと下耳なんですけど、下耳だって下目なんですけど、右耳って10回言ってみよう、多分言えるよ。右耳、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 言えたー、多分言えてない、7回目ぐらい言えてない。開けなくてよくない、まあね、そうなんですけどみんな厳しい、右が出てきちゃった。ピアスってさ、片方だけだったらなんかまた別の耳があるって言いません？確かあるよね。あ、あ、あ、しゅうさん、ありがとうございます。なんかあるよね、意味ね。ね、俺片方だって。おお、一緒だ、一緒だね、私空いてるけど一緒だね。左耳だけだとなんて言うんだろうね。右3つ空いてる、すごー、右耳3つ、すごいね。おお、右耳3つ、いいね。あ、そうなんだ、左は同性愛者なんだなのかな。でもさね、思うの、聞いて、私思うんです。私があんまりそういうのに疎いからなんですけど、よくね、左耳の耳じゃないって、喋れない、左手右手もどっちでもいいんですけど、薬指に私全然平気で指輪とか入れちゃうんです。なんかそれって、まあなんかそのファンの人からしたらなんか、おお、ユイリ、おお、みたいななるけど、私からするとただのおしゃれなんですよ。そう、だからなんかそういうなんか意味を持ったなんかアクセサリーももちろんなんか、いや素敵だし、あの、否定とかじゃなくて、私はもうなんか関係なくつけちゃうよっていう話なんですよ。なんか昔普通に右とか左とか、なんだっけ、右が婚約、左が婚姻でしたっけ。そう、普通につけちゃうから、私がもしつけてたら、あーあーって思っといてください。あー、ゆいや、おしゃれしてんなと思っといてください。だってさ、指にはまる指輪なんてもう人それぞれじゃん、大きさなんて。だから本当に、じゃあ婚姻、婚約とかでもらった指輪だけ、まあなんか誰にも何も言わんとここに入れとけばいいわけじゃん。そう、やっぱなんか自分の気持ち次第だなって思っちゃう。いや、いや違う違う、ユイリーは親指に婚姻指輪だね。だって婚姻、婚約、喋れないんだけど、やめとこうか。自由、自由さ、そうだそうだ。そう、どこに行こうが何しようが自由だ。バイネロさん、そう、好きなようにやろう、みんな自由だ自由だ。
自由が一番難しいよね。なんかちょっと思い出したんですけど、あの配信されてたマジムリ、ちょっとまたマジムリになるんですけど、マジムリの自分の目の決まり具合がすごくて怖かったです。なんかこうどこだろう、例えば人を嘲笑う時のシーンとか、自分がこんなにも憎たらしい以上に目がこう、いや本当がん決まり、そうです、その言葉です、がん決まっちゃってるんですよ。怖い。あのホラーとか恐怖心じゃなくて怖い。あんな目決まったことないもん。あんな、なんかその配信があるまでさ、どんなに映像を見返そうと、あの定点なんですよ。だから客観視して、あこの声違ったな、この言い回し違うなとか、あこのパフォーマンス違うなとかならあるんですよ。配信して初めて自分だよねってなった。あんな雁木持ってるんだ自分ってなっちゃって、編集力すごくなんかこうヒュンってなりました。雁木持っちゃいけないけど、なんかもう顔で喋ってるみたいな、顔で全部が物語ってるぐらい、なんかもう目がもうギンってなってて、なんかすごい、ケニーってすごいなってなりました、はい、役に入っね。でも私以外にさ、雁木まりしてる人いなかったじゃんね。雁木まっちゃった。嬉しい、役が入っててやんって、雁木まり、もうリーがつければいいと思ってる人いるぞ。びっくりした、あんな私目開くんだなって思ったもん。ガンギマリー、そうね、ミヨンがすごい褒めてたって。いや、オンちゃんはね、ほんと褒めてくれる天才だと思います。なんかオンちゃんは本当に人のいいところを見つけられるし、なんかちゃんと具体的に言葉にできるんですよ。なんか才能だと思います。あれ普通じゃないですよ。なんか普通はさ、普通ってまあ人それぞれだと思うんですけど、私の普通は人の悪いところが目についちゃったりとか、あ自分だったらこういうことしたくないなとか、そういうところ見ちゃうんですよ。いやそれで自分を見つめ直してっていうの、自分と比べた時に自分がどうあったのかとかを確認するみたいな。でもおんちゃんの場合はね、人のいいところをちゃんと自分の中にこう取り込んで、しかもそれを忘れないでちゃんとこう発言できるっていうのが、なんか総監督としてもっていうの、なんかそれってすごいなって思ったし、なんかおんちゃんの才能だと思う。いや、総監督、そうね、上司にいてほしい、確かにね。やばい、腹筋しなきゃ今日。腹筋しなくてはやべえぜ。いつきちゃん、タワーありがとうございます。ゆり、髪染めたの？だってこれはあれです、エクステです。あくび映った、だってやった、仲良しだよ。あくび映ったらなんかさ、言いません？あくび映ったら仲良しだよみたいな、あ仲良しだよ、なんか両思いだよみたいな言いますよね。でも私ね、電車でさ、あくびしてる人いるじゃないですか、全然映るんですよ。私めちゃくちゃいろんな人と両思いじゃんと思っちゃって。以上です。まああくびって言われただけであくび出てくる、あくびしたらすごい涙出てくるんです。私みんなそうかみんなそうだけどさ、垂れてくるの、なんか涙が。すごい、みんな映ってる、映れ映れ、みんな眠くなってしまえ。
頑張って写した。それは写ってないんだよ。ふふふ、あくびしたから視界がぼやけちゃった。すごい写ったわ。だってやったじゃん。おお写ってる。みんなやっぱ気持ちの問題だよね。何事も気持ちだ。見てるそこのあなた、あくびって写るんだよ。ああ、そうあるじゃないですか。なんか最近さ、目が痒くてさとか話すとさ、話してる相手が目触り出すとかさ、最近鼻水がすごくてさ、出たらこうやって鼻触るとかさがあるんですって。ちょっとやってみてください。皆さんも仲いい人に引っかかるかどうか。なんか姿勢が悪いと、なんか悪くてさって言うと、なんかこうやって直す人もいるかもしれないし、そういうの面白いよね。人間の心理というか可愛いところ。なんか寝てきたわ。ね、寝てきた。眠くなってきたじゃなくて、もう寝てきちゃったの。早いわね。ねえ、あくび止まらなくなるよね。わかります。コメント欄でもあれじゃないですか、両思いが発生してあくびが無限みたいな。無限キャベツならぬ無限あくび。ユイリーショートスリーパー、うん、ノットショートスリーパー。わ、ライさんとありがとうございます。私も1時間ぐらいやりましたかね。もうちょっとかな。お、眠り猫さんとはありがとうございます。ドボンね、いつやってる。なんか私本当になんか思い立った時にやっちゃうからさ、みんなになんか今やるねって言うとなんかやりたくなくなっちゃうんです。なんか天の尺なのかな、なんかわかんないけど、ユイリーやらなそうだなこの時間っていう時にやるとやってますよ多分。会いましょう。あ、1時間ぐらい経って、じゃあとちょっとやったらもう帰ります。最近ね、ピーマンの、ん？逆か？ピーマンの肉詰めがすんごい好きで、前に仲良しの衣装さんとか、まあ、メンバーとかでお酒飲んでた時におつまみとしてピーマンのそぼろ詰め、なんか生ピーマンにそぼろを詰めて食べるんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、なんか昨日ママにピーマンの肉詰め作ってって言って作ってもらって、めっちゃ美味しいんです。ん？なんか逆だよって言われた。あ、何が逆？ん？そぼろのピーマン詰め？ん？ピーマンのそぼろ詰め？そう、いいんです、ピーマンに詰めるんですよ。そう、それがすごい美味しくて、今私はすごいハマってます。そう、パパの作るピーマン料理はね、なんて言うんだろう、ピーマンじゃなくするんです。パパはなんて言うの、あ、ライさんとありがとうございます。そう、なんかそう、なんかビールに合いそうな、その時全然まだ未成年だったか知らないけど、今考えたらあれは本当ビールが合うおつまみ系のピーマン料理だったなと思います。ピーマンとお肉でなんかすごい焼いて煮詰めるんですよ。味が濃くてピーマンの味がしないんです。甘くてめちゃくちゃ美味しいんですよ。そう、パパがね、昔ずっとこう一人鍋を作っておつまみにしてたりとか、なんかローストビーフをめちゃくちゃ薄切りに、なんか塊で買ってきて、500円ぐらいのローストビーフを買ってきて、めちゃくちゃ薄く切るんです、こうやって。でそれを食べながらおつまみにしてたりとか、あとホワイトアスパラをおつまみにしてたりとか、もうね、パパのおつまみが美味しそうで美味しそうでね、もう袖からねつまんでました。本当に美味しい。
つまみってなんで美味しいんだろうね、あんなにね。そう、パパが作る料理はね、スタミナって感じです。私はビール飲めないんですけど、ビールなんか同窓会かなんか、同窓会っていうの、なんかそういう集まりで乾杯だけして一口飲んだけど、うおーってなりました。喉越しってこれかーみたいな、うおーってなりました。もうちょっと大人になったら飲みたいと思います。つるとんたね、聞いてください。あのつるとんたん食べたんです。なんか最近ね、メールに送ったんですけど、テイクアウトもしたし、店舗に行っても食べたんです。でもつるとんたんって店舗によって雰囲気が全然違うんです。こんな、なんかしかも置いてあるメニューも違うことが分かったんです。私最近あのね、つるとんたんに行って、つるとんたんと、つるとんたんとってなんか面白いね、つるとんたんと、あのアボカドとマグロのなんかこう、そういうのがあって、そこ限定の、それを食べて美味しすぎて、そう、六本木には行けなかったね、渋谷の六本木に行ったんですよ。違う渋谷の六本木は違う、渋谷のつるとんたんに行って、そう、めちゃくちゃ美味しくて、やっぱつるとんたんだなって思いました。レジの横に持ち帰り家で作れるつるとんたんがあって、それ買おうか迷ったけど、昔クラブの帰りに行ったって書いてある。ひーやるね。そう、渋谷の六本木はちょっとごめんなさいね。そう、つるとんたんは店舗少ないんですよ本当に。でもメニューで注文できるらしい。いつきさん、あ、サイン会の抽選、あ、抽選発表ドキドキ。そっか、その発表もあるのか。当たったら遊びに来てください。お酒飲むと麺食べたくならない。いや、わかります。でも確実にむくみますね。ダメ、もうね、お酒飲むときはね、お酒だけって昔は決めてたんですけど、なんかもうおつまみとの相性を知ってしまったがために、美味しくて、あのエリンギとバターの、お、かなちんさんとありがとうございます。あのエリンギとバター醤油で炒めたりするやつとかもめっちゃ美味しくて、泣き上戸なユイリーが見たいな。最近泣かないですよ、最近泣かない。エリンギはまだヘルシーだけど、やっぱね、味濃いやつが食べたくなるんですよ人間って。いや、昔は本当にお酒だけだったんですよ。まあ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 、酔ったユイリーはそんな大したことないです。面白くない、でも楽しくなります。ウェイウェイっつって、ウェイウェイウェイにはなんないけど、ホッケしか勝たん、わかります。なんかお魚を普通に食べたいなって思うようになって、大戸屋行ったりとかします。お酒ってどのタイミングで飲む、どのタイミング、なんか何かやりきった時とか、次の日ちょっとお休みだったら飲みたいとか、そういう感じかな。あとはなんかみーちゃんも言ってたんですけど、お酒を飲むことで緊張がほぐれて喋りやすくなったりとか本当にあって、私昔それで横山さんと2人でご飯に行った時にちょっとお酒入れて、なんか横山さん家で結構お話しさせてもらったことがあって、何年前だったかな、結構前なんですけど、それでなんか自分の話もしやすくなったし、なんか身構えたくても身構えれないから、すごくね、うん、いい思い出というか、お酒の力も必要だなって思う時あります。ゆきりんとも飲もうだって。確かに飲みたいけど、気
緊張しちゃう。ゆりちゃんお酒弱そうとか言わないでよ。弱いんだから強くないんだから。なんか気持ちの問題です。秋元さんとは飲めないです。秋元先生と緊張してもう何も喉通らなそう。普通のお話ですらできないな。私はかなり強いですよ。だって本当か。でもね、自分強いって思ってた方がいい時ありますよね。わかんないけど、でも強い強いって言ってこういろんな人に飲まされちゃうとかなんか心配だから、あんま何も言わない方がいいですよ。つんちゃんと飲みに行ってないですね。確かに可愛い。まだ飲めない年齢だって。飲めなかったら飲めないでいいし、なんかただお酒飲んで酔っ払ってるわめんどくせえみたいな、なんかこうお酒イコールめんどくさいとかそういう風に思ってほしくないけど、お酒への理解がありつつ自分は飲めないですよみたいな。なんかでもさ、お酒飲めない人ってこう発散するとこなんかないくない？大丈夫かなって思う時ありますもん。やっぱこう人に気使っちゃうじゃないですか。でお酒飲むとさっき言ったみたいに意識したくてももうできなくなったりとか、ちょっとぼわっとするからちょっといのなんか息抜きみたいになるけど、飲めない人ってねしんどくないのかな。また他の発散方法があるのかな。妻になる全然なんない。なんないなんないなんない。お酒で失敗は、ありますよ。あるけどちょっとここじゃ話せないし、みんなありますよ。でもその失敗のレベルが多分人によっては全然可愛いかもしれないし、ちょっとわかんないんですけど、自分的に本当に迷惑かけてしまったなっていう時はありました。私あとね、お姉ちゃんが一回お酒飲んですごく泣いた時があって、なんかそれを見た時にはお姉ちゃんもなんか頑張ってたんだなと思って、家族のなんかこう愚痴とか聞いてる時は全然あるじゃないですか。やっぱ家族って話しやすいから。でもなんか泣き怒りみたいな、なんか悲しいっていう感情で泣いてるお姉ちゃんを久しぶりに見た時に、なんか頑張ってたんだなってすごい思ったことありました。そういえば New Balance の赤いスニーカー履いてますか？履いてます。今日も履きました。もう壊れるまで履き続けます。なんかちょっとずつ壊れてきてはいるんですけど、もうミヤオさんとの絆です。絆です。絶対に履きます。そうミヤオさんのいろいろあったんです。これはね、もうミヤオさんが卒業とかなんか絶対そういう節目の時に絶対に私はミヤオさんに何かしらプレゼントしようっていうのを決意してます。ダンスやってみたいけど勇気が出ません。ダンスか、勇気ない時ありますよね。でも意外となんかやってみたらできたりとかすることもあるし、なんかね、歌とかもそうだけど苦手、なんか上手くないけど歌は好き、歌うことは好きっていう人もいるぐらいだから、下手でもなんかこう恥ずかしいなって思ったら一人のこうちょっとスタジオとか借りて好きなように踊ったりしてみたらいいんですよ。それで自分が見せるのが好きだったなってこう感じれたら、人に見せれるようなダンスを多分勉強したいっていう気持ちも芽生えるだろうし、やりたいのにできないでつまずいてる方が多分一番苦しいから、一回やってみて
もっとやりたいならいいし、もうやめるならやめるでいいし、なんかそのモヤモヤはなくなるような気がします。頑張ってね。ボーイッシュってどう思う？ボーイッシュってどう思う？いいじゃないですか。なんかもう人になんかこうどう、あーなんかあーど、うん、なんかどういうやつなんだろう、なんか背中押してほしいっていう方なのか、なんだろう。でも私は人に偏見とか全然持たないタイプだから、その人が納得した上でなんかボーイッシュが好きだからそうなりたいからそうなってるのであれば全然いいと思うし、自分が納得する形が一番いいと思います。ボーイッシュでもガーリーでも何だっていいんです。いいと思いますよ。なんか時々755でこうお悩み相談みたいなのがなっちゃうんですけど、人のお悩みに答えるのすごい好きなんですけど、自分の悩みは結局自分じゃ解決できないから人に聞いてもらいたいみたいなところあって、そうなんですよね。自分自身のことって分かんない人いっぱいいますよね。私もすごい身近にいるなって感じますもん、メンバーとか。語り何でもリーつければいいと思ってる。そうでしかね。何時までやろう。あと10分ぐらいかな。喉大丈夫だって。大丈夫です。元気だけど、最近今日とか特に人と全然喋ってなかったから喉が起きてないです。ははこうも出ない。もちょうど6時、2時間ぐらいやったのかな。もう今日で仕事終わり、終わりました。発声練習は母ですよ、ミッキー。みんなも朝一で母ってやるんですよ。今日のどの調子はどうかな、うん、おはよう母って言って、あー今日出なかったダメだっつって、あーもうプレゼン失敗するみたいな。嘘ですよ。あ、食後のめまい。あ、そう、それが最近の悩みかもしれない。なんか食後低血圧でしたっけ、調べてて、ご飯の人が教えてくれたんですけど、食後低血圧になんかなりがちで最近。でもそれも気持ちの問題だと思ってるからそんな気にしてないですけど、皆さんは無理しないでください。なんかいません、あのご飯食べた後にめまいがみたいな。なんか私カフェイン多いの取りすぎると、カフェオレとかなんか我慢して、あいちゃんありがとうございました、ちょっと我慢してかっこつけてカフェオレとか飲むと絶対になんか気持ち悪くなるんですよ。なんか車酔いした後の二日酔いとかみたいな、わかるかな、なんか感覚気持ち悪いな、なんか目つぶってもぐるぐるするなみたいな時があるんですけど、そうなんか休める時は休んだ方がいいし。あ、ライさんまたありがとうございますね。喘息もそうだ、喘息も治ってきましたけど、私の喘息はなんかアレルギー検査とかしたんですけど、アレルギーも全くないし、なんかもう精神的なところから来てやですねみたいになって、で一回ね、私マジムリの警護期間とか結構追い詰められてる時期に喘息がすごくひどくなっちゃって、で病院行って検査結果が出て、行った時になんかこうストレス性のやつですみたいに言われて、でなんかこうストレスで4つの症状のうちどれかが
発症しますってなって、なんか例えばこう物もらいとか目元のやつ、目元系のやつと、あと鼻炎系と喘息系と、なんだっけな、そういうなんかそういう感じ、4つぐらい症状が絶対出るみたいなあって、それだから、でその当時ちょうどなんか物もらいもできたし、なんか鼻水も喘息が止まったと思ったら鼻水がなんかすごかったりとかしたから、あーストレスなんだなーって思ったけど、治ったから大丈夫。そう、あ、そう、17ライブ、あの西七ライブさん、あの西川さんとコラボする日に、午前中はすごい元気に劇場公演出てたんですけど、その日ぐらいの朝からもう喘息が止まらなくて夜も眠れないみたいな感じだったから、ちゃんと現場まで行ったんですけど、ちゃんと西川さんにすいませんって言って帰ってきて安静にして、うん、初めてあれもらいました、あのドラマとかで出てくる吸引器、キャってやつ使って、うん、電車の中でも喘息出て、なんか喘息なのに今やっぱこうコロナ禍っていうのがあって、くしゃみとか咳に敏感になっちゃってるから、みんながだからちょっとでも早く帰りたいし急行乗りたいけど、咳出たら急行って結構乗るからどうしようみたいななって、もう精神的にすごいストレスでした。だからあのね、最近本当に思ったのは、みんな気持ち的に折れたらもう心も体もボロボロになっていくんだなっていうのを改めて感じたから、皆さんも本当に無理せず精神安定を絶対に保って頑張ってください。もう日本人はいい人ばっかだからね、ダメなんですよ、気使いすぎなんです。もっとわがままに自由にやっていきましょう。ね、やっぱ人間関係とかすごい精神的に来たりするじゃないですか。休めない時はあるからこそ、休める時にどれだけ自分でいかに休むか、休憩時間にいかに休むかとか、そう、人の目を盗んで休むもありだし、それで自分が保たれるならいいんですよ、それでねえ。まあ、タワー来てるよって言われた。あ、ブーブーさん、プープーさんでした。あー、初見だった、ありがとうございます。でもなんかお腹が鳴っちゃった。こんな感じかな、ありがとうございました。ゆいりちゃんが精神安定だ、嬉しい。私もね、やっぱこう好きなアーティストさん、スーパービーバーさんとか、まあそのモームスのまさきさんとかに救われてる部分があるから、なんかアーティストに支えられるってすごいわかります。こんな感じなんだってなった、すごいね。こう歌聞くだけで元気が出たり、ライブ映像見ただけで、あ、頑張ろうって思えたりとか、やっぱほんと気持ちの面って大事だから、みんな無理せず頑張っていきましょう。今から塾です、大丈夫だ、今から塾です、塾いっぱいいるね、塾行ってらっしゃい。そう、私が好きな歌、人によく聞かせたい歌であげてるのは、スーパービーバーさんのあれ、ラブソングっていう歌があって、ラブソングと真心が一番好きだけど、私が人に送りたい曲はラブソングです。だからよかったら聴いてください、めちゃくちゃいい曲です。今から帰ります、飲みます、寝ます、いろんな人がいるね、いいと思います、自由に行きましょう私も帰ろう。よし、じゃあ順読んで終わります。嬉しい、ラブソング好きだって、嬉しい、みんな私の影響でいっぱいなんか聞いてくれたりしてありがとうございます。13位、パンダちゃんだ、ありがとうございます。今仕事中だって、大丈夫、バレてない。12位、眠り猫さん、ありがとうございます。11位、シーアットマークタイマンさん、ありがとうございます。10位、あゆみさん、ありがとうございます。9位、いつきちゃん、ありがとうございます。
8位が隔離16日目のミニちゃん。隔離されてんのストレスたまるね。ありがとうございます。7位かなちんさん、ありがとうございます。6位イチョンアットマークデデデさん、デデデデデデさん、ありがとうございます。5位がライさん、ゆりちゃん推し、ありがとうございます。4位ケレンアットマーク台湾さん、ありがとうございます。3位マミチさん、ありがとうございます。2位がおいさん、ありがとうございます。そして1位がおいっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかやっぱ会える機会がないので、こういう配信とかでねおしゃべりできるのが私も一番緊張しなくていいから、またできるときやりたいと思います。またね。よし、じゃあまたいつかな、わかんない、いつかできるときにやります。みんな無理せず頑張っていこうぜ。ありがとうございました。バイバーイ。ゆいな配信もいつかやるからちょっと待ってください。バイバーイ、ありがとうございました。今日10 9 8